さあ、今回もシムズ4やっていきましょう。さあ、作家になるべく、前回もね、着々と本を、ね、出版していっているというとこですね。皆さん本読んでますかね？僕はもう今週5冊読んだかな。で、このね、木なんですけど、すごい邪魔な位置に生えてて、これね、どうしようかなとずーっと考えてるんですけど、壁出せばわかるかな。完全にね、完全な外にあるんですけど、判定的にはまあ外なんだけど、ちょっとね、邪魔、見栄えが悪いんだよな。そこどうにかしようかなと思いながら、こう育つのを待つか、見とこう。で、彼女が料理を作っておりますね。私は本を読んでいると。で、チェスセットも置いてあげたりしてね。いい部屋になったね、ここ。住んでみたい、こういう部屋に。で、私は、基本的に、やることが今は、特にないから、日課の執筆も完了してるんでね。まあ、本読んでりゃいいんじゃないか。あ、料理できた？あ、自分の分だっけ？そう。あ、まあ朝食か。はい、じゃあ自分で食べます。自分で食べますよ、そうなったら。やっぱ臭いのかな？ちょ、待って、大丈夫？不潔。この部屋が不潔？それともこれ？ああ、埃だろ？関係ない気もするけどな。どうしてみようかな。お金全然増えないな。まあ、今日の9時にね、その印税が入るんでね、こいつの。それ期待かな。音楽が欲しいな。かけようか。あ、オルタナティブあんま好きじゃないんだよね。どうやってやったらいいんだ。オルタナティブでいっか。ポップにしよう。いいじゃない。ここにあるよね、この画面離したら音が下がるあたりね。お、いいんじゃない。ほら、音色聞くとね、幸せになる僕かな、本当に。おお、ごめん。 見てなかった。大丈夫な関係？もしかして。ああ、ダメか。ダメな関係か。何しに行ったんだろう。皿持ってどこ、何しに行った？今。気まずいよね。どうにかしよっかな。これね、これを解消するには、バスルームを2つ作って、でも2つ作ってもね、案外ね、入っちゃうんだよね。そこどうにかしようかなと思いながら、ちょ、めくえよ。寝るな、寝るな。 何しに行った？ああ、シャワーか。あ、壁出しておきましょう。プライバシーがね。 何にも見えなくなるんだよね、これ。まあ、これでいっか。作ってすらなかったんだね。さて、お手前はいかに。ん？何マークそれ。恥ずかしいか。毎回言うね、君。引きずりすぎじゃない？このアングルやばくない？ ああ。これ何？エッグトーストに今何をかけたんだ、こいつは。そんなんかけるっけ？ああ、エッグトースト。塩コショウかける場合もあるかな。お前トイレやっとけ。で、歯磨いといて。外国の方って聞いたところによると、歯磨いてもあんまり歯磨き粉を流さないらしいですね。人によるんだろうけどな、でもそこも。おお。まあでも焼きゃいいからね、焼きゃ。4レベか。ああ、4レベでその腕？ 4、 さっき3レベか。1時間後に仕事ね。覚えとくよ。いいね。
話しかけて、なんかキス、キスする？見てこの顔しょんぼりすぎじゃない？なんか話してんの？そんなテンションで喋る？顔よ顔。気まずすぎないか。さすがに気まずいんじゃない、これは。できないのこれ。無理だな。めっちゃ見るね。じゃあもう一回やっとく。ハグだけしとこうか。無理だな。あ、できる？仲直りです。さて、もう仕事なんですよね。行かないと。やっぱ行かないと。やばいやばいやばい。そんなことしてる場合じゃないんで今。あ、着替えましたね。こいつは今何もすることないのかな。さあ、彼女は僕じゃないんでスピード上げましょうか。まあ、ゲームをしてたらいいんじゃない。入りましたね。合計が、何ドルだ？ 70 ドル近くかな。そんなにだな、70ドル近くじゃ。まあでも、日70ドルくらいなら、暮らせるよね。はい、直しまーす。ここまあ2でいっか。帰ってきてこれ嫌だよな。こいつってさ、トイレ中見られたんだろ？だからシャワー入ってないよね。本書きたいんで、熱々のシャワーだっけ？物思いだっけ？あ、いや、じゃあ物思いだね。これやっとこう。疲れたって言ってるもんな。あんま書く場合じゃないよね。でも書きたいんだよね。練習、いや。あ、でも短編書こっか、なんか。名前ちょっと決めましょうか。さあ、できました。武田信玄の家臣集。これは武田24章の本です。いやー、絶対これ売れるでしょう。ちょ、曲変えましょう、これは。クラシックだ。リーダー！ボリューム下がった。鳴ってんのか。ちょ、1で聞いてみる？あ、今聞かないね。あ、違う。あんま好きじゃないな、これ。あ、これいいね。朝っぽいけどな、全然。で、こいつは疲れてて、休みたい。シャワーでひらめいている。休むか。ちょ、一旦寝ろ。どっちだっけ、俺の部屋って。こっちか。居眠りくらいならいいんじゃないか。多分こいつが起きるより先に帰ってくるね。昇進しましたね、リバティ。何も疲れてんだろう。トイレ行って居眠りしろ。もういいや。俺が起きるまでは早めにしとこうか。ご飯食べてないんよね。あ、起きた。疲れてるけど、膀胱が限界か。まあ、行かせて。腹減らないんだな、こいつ。疲れは何だろう、関係ないというか。ああ、まだ時間がかかるんだな。夕食食べた方がいいぞ。スパゲッティ行こう、スパゲッティ。何これ。分析すんの？やめといた方がいいんじゃない？日課だっけ、分析って。まだ執筆もできてないんだよな、日課の。まあ、朝やるっていう手もあるからね。置いた。マジか、あいつ。再開して、これ。
スパゲティでもないぞこれは。原型まだ野菜じゃない方だの。ん、こいつは完全に回復してんな。出世街道、こいつ帽子どうにかなんないかな。幼稚園児みたいだぞ。服の色合いも幼稚園児じゃないこれ。どっかの幼稚園の制服なんじゃないかってくらいに色合いが。彼女はうまいね、やっぱり。さあ、もう作りかけていたけども作られるっていうね。この子は、日課チェスはどう、どうなった？ちょっと待ってね。チェスやってないでしょ？論理学レベル3。で、フィットネススキル2、レベル2が昇進の条件か。まあまあまあ、すぐじゃないの。ちょっと日課のチェスやっとかないとな。これは上がればいいんじゃないの、多分。寝たね。クラシックもいいよ。次はね、ウィンターホリデーにしよっか。いいね。俺さすがに寝すぎじゃないこれ。パンケーキ食うか。まあクッキングが慣れてるからいいんじゃないかな。これ失敗したらマジ、おお、まだむずいようだな。まあ食ってろ。まあ寝てるからやめとこっか。さあ本の続き書きたいな。お、まずかったかな。お前が作ったけどな。さあこの子は何も食べないの。いやーね、朝のね、キス的なことはしないのかな、こいつらは。あ、いい感じじゃない。結構、まあ、そんなにもらえてはないけどね。まだ食うの、君。水？ああ。いやいや感半端ないんだけど。いやいや感すごいね。あー、でもでも全然だよ。デート行ってみたいけどまだかな。もっとたまってからかな。いいね鳥。あこれは落ちたぞ。誘惑的。おお、不快なくなりましたね。よし、これで。まだあるか。なくなるもんじゃないよな。これ今の状態で多分上がりやすいと思うんだよね。交際申し込んでるか。交際してないんだよ、逆に。急に喋り出したね、君。ヤバのブージン。ブージン。ヴィンパ。おお。そうか、逆側からやったからそうなっちゃったか。まあ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 、まあ、いいんじゃない。服どうにかしてほしいな、この人。変えられるんだけどね。いいじゃない。水曜日？オンフラパルシェルシャ。オウヴィネ。イヤショナ。カミーティブ。本書きたい。これ書きたい。執筆したいね。最近はね、その、武田家臣集じゃないんだけど、真田家臣と真田一族っていう本を読みましたね。まあ、武田よりね、全然その、配下が、豪族とかだし、有名じゃないんだけどね。結構いい本でしたね。まあ今真田丸もやってますしね。ああいう本は必然的に出てくるでしょうけどね。
何やってんの。ウィーボー。笑ってる。幸せですからね。笑ってますね。ちょ、君さ、なんかシャワー浴びてきたら。汚いよ。めっちゃ失礼。あ、1時間後仕事？そう。やめといた方がいいよ、じゃあ。あれ、1時間ぐらいかかるもん。終わった？まだか。今日俺休みなんだな。どうしよっか。この子別に今やることないな。じゃあ。飲むんだ。素晴らしい業績です。じゃあ本一冊書き上げました。出版することもできるということですが、次練習ですよ。彼は最高の本を書かなければならない。おー、いいね。そういうことしてくるの？命令しなくてもしちゃうの？じゃあね。全然上がんなくなったな。レベル5ってさ、結構いいんじゃないの？ジオロジーだっけ？あ、これは違うの？ん？あー、別に関係ないから、これは。何になる？執筆後。筆を取ったり、キーボードに向かうのは億劫な作業です。まっさらなページやる気をなくし、させる最悪の敵の一つと言えるでしょう。しかし、作家とは来る日も来る日も、感情を言葉に乗せる術を探求し続ける人のことです。大抵の場合、執筆はコンピューターで行います。このスキルを上げると、新たにコンピューターで執筆アクションを行えるようになるほか、本の出版や自費出版までできるようになりますと。OK。完璧に読んだよ。ちょ、創造性を高めるために物思いにふけってこい。うるさ。めっちゃうるせえんだけど。ホラーホラーとかどう？いいじゃない。ちょ、本書いていいかな。ノンフィクションじゃない？真田丸書く？激動真田丸。いいんじゃない？これで。これね、ある程度自費出版していくと、前にやったのが消えていくから、お金はもらえるのか分かんないけど、あの欄から消えちゃうんでね、その辺考えながらやっていきたいのと、この子はもう歴史小説家という体でいきましょう。なんでもいろんな武将の名前でなんか小説書きましょう。合計15時間執筆する。で、次、いい本5冊書く。条件、それ何それ？基準は？コンピューターをクリックし、執筆カテゴリー内で執筆する本のジャンルを選択してください。質が良ければいい。多分、レベルが上がればだろうな。報酬ストア。あー、いいよ、別に。壊れた？修理しよっか。これあんまり良くないなぁ。ポップかなぁ。君はね、まずね、まずは綺麗にするんだ。綺麗にするってアイコンが出ている時点で君はダメだからね。そう、これ見て思うけど、物理的に壊れてるよね。パソコンが。基板だよな、これ。何をしてるんだろう。緊張か。ゲームやらしたいな。チェスやろっか、一緒に。そうだね。あ、ゴミどうにかしよっか。いや、最近隣人との関わりがないな。呼ぶか。今度呼ぶか、まとめて。こいつはね、なんて言うんでしょう、このジオロジーがね、全然人と関われるようなやつじゃないから、
全然人と仲良くなんないんだよね。あ、チェスやる？一緒にやるよ。来るまで待ってようか。お、いいんじゃない？これ多分両方あれでしょ。何ゲージかわかんないけど、思考力じゃない？これロジカルシンキング的なね。ちょっと全然合わない。苦戦してないこの子。あ、論理学がレベル3になりました。俺は何レベルなの？論理学。彼女これ日課に入る？あ、入ってますね。まあじゃあ続けましょう。自信がある。勝ったのかな。まあ一人でやっててよ。あ、一人で遊んでて寝る俺。あー、まあこんな時間か。彼女やっぱにおっ、あ、彼女じゃない、これがにおってんだ。ごめん、あと何時間かやっといてね。それフィットネススキルって何であげるんだ。それはジョギング行ってきたら。あの運動はどうなんでしょう、見てみるか。これかフィットネスは多分あの運動のことだよね。まあさっさと寝たら、まあ、朝入ればいいよ。この感じからして朝起きるの僕ですね。先に彼女寝たの3時だもの。さてじゃあとりあえずこの木曜日終わったら今回は終わりにしようかな。本書いたけどこれどうしよっかな。ん？これ何今どうなってる？背中が痛い。あー、それはしょうがないよ。お前作れちゃんと。上達しんぞ。あ、作るの。ごめんね。ごめんごめんごめん。やばい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 。いろいろやばいことになってる。で、僕がその食ってる間に彼女はシャワー&トイレを済ませると。あ、いいね。もう何人分作ったんだ。いいじゃない、そんな。あそこらやってあげるなんて優しいね。もう仕事じゃない。大丈夫？ベッドか、買い替えるお金はあるん、全然ありま、1万ドルいってますね。ちょっと一旦家改築しよう、次回でいいから。次回、まるまる家改築するか。配置がね、あんま気に入らないんだよな。全然廊下ないもんね。廊下ここしかないもん。部屋、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 部屋だからね。例えばだけど、まあ、ここも、この、この空き？ここ廊下にしちゃおうか。行っちゃったね。で、ここ廊下にして、もう部屋から部屋に行くっていうのやめよう。あ、そうだ、君ね、しまってよ、食べたら。どっか行く？これじゃあしまってあげて。しまう？しまうだよね。それ片付けて。徐々に下がっていくわけではないですね。おお、割りすぎだって。まあまあ、まあいいけど。あれ別にお金取られるわけじゃないからね、下がっても。ああ、これ、賄賂受け取らない方がいいでしょう。当たり前じゃん、そんな。目に見えてわかるんだけど。ウェーブ。ああ、こんなんだ。面白い動画見よっか。YouTube だ、YouTube。なんて書いてある？全然読めないね。もうちょっとズームできたらブロ。どうした？仕事？しまう？何を？しまう。あ、読む？ん？しまう。お、なんかいるぞ、外に。なこいつ。待って。なんかこれ面白いんだけど、この人。グランツ長。いや、カーター・アンソニー、シニア。怒ってんだけど。ブレイ、ブレイに行こう、ブレイに。そうそう。ああ、スウィンカプロネット、ジャンジ、ドミバカー。
いろいろ落ち着くよ、めっちゃ言おう。落ち着くんだって、めっちゃめっちゃ言おう。これ言い続けよ。ああもう治った治った。で困らせると、ダメか、じゃあな。まあ恥ずかしいには持ってったね。怒りを指摘されてないのかも全然わかんないわ、見てなかったから。今日は304ドルか。いやもうね、本でね、1日もう6000ドルくらい稼げればいいんだけど、とりあえず本書こっか。でやっぱ本書くのと読むのは同時にやった方がいいんだろうね。あーテレビ欲しい、やりたいか、まずやらせるか。じゃあ違う、びっくりスポーツ。とりあえずあれがね治るまではこれやらしときましょう。あ治った、再開をしとけばいつでも、はい OK、 はい書きましょう。こうやって見ると社畜だね。な家でもなんか仕事を持ち帰ってやってる感が強いから。あ終わった、あ消せるんだ、へえ。何してんの、 FPS してんか。飯食ってますね一人で。まだこの家ねチェストくらいしかないね、なんか遊べるものが。早くなんとかしたいな。修理しよっか、もうこれは別に見るもんでもないし、スピード上げましょう。彼女遅いね。これさパーツってさどこに出てる、これたまにねこういう端っこでね修理するとね外にゴミが出るんで、あ寝たね彼女。どうしよっか、本ねまだ温存したいんだよな。ちょもう一冊だけ書こっか、それやめてみます。これ名前だけ決めて今回はちょっと、うん、今回はまあ終わりかな。前がね激動真田丸でしたので、今回はそうだね、躍動桶狭間の窮地、この本は今川義元です。説明が雑だけども、まあ、今が吉本が側のね、本的な。これでもう締めていけば、収益というかね、収入が全部歴史系で埋まるんで、それを、とりあえず目標にしながら、小説家なんでね、ああいうね、なんか架空戦記っぽいものを書いていくと。でもこれね、そういうように作ってないから、続編みたいな設定できないからね、勝手に続編作るしかないですね、書いた場合は。まあ、ここまで行ったらいいかな。さあ、じゃあ寝て、明日の朝くらいで終わりにしようかな。ホリデー様とかもう随分忘れたね。もういるのくらいのレベルですね。さて、あ、もう来たか。さあ、ではとりあえず今回ここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。